これはレクという楽器で、まあ、自分が一番得意としてる楽器なんですけど、よくそのアラブタンバリンっていう表現で書いたりはしてるんですが、最近使ってるこのメインの、レクがですね、まあ、トルコのもので、まあ、テフとかトルコだとテフとか言ったりするんですけど、ちょっとアラブタンバリンではなくなってしまったんですが、まあ、その辺にいろいろ広がってる楽器ですね。で、まあ、金物が大きい金物がついてて、これ自体をこう叩いたり、こう両手で皮を叩いたり振ったり、まあ、すごい、表現力が豊かな楽器です。